皆様こんにちは、ケイシーです。今日はですね、こちらですね、私が乗ってる、アルファードですね。あの問題が、発生してしまいまして、高額出費が確定いたしました。ではですね、あの問題ですね、例の、そちらの方をちょっと見ていきたいと思いますね。もう見えるかもしれないですけども、こちらですね、ボンネットの塗装の剥がれです。いやー、来てしまいましたね。ちょっとね、以前からね、ちょっと亀裂が入って、そっからね、雨がなんか入って、ここをちょっと膨らんでたんですよね。それがですね、この前、大雨の日に、豪雨ですね。高速乗ったんですよね。で、多分風圧とか、その雨の当たった時のあの圧ですよね。そういうので剥がれたのではないでしょうかね。新潟市の方に着いて駐車場を止めて、車を見たら剥がれてました。ですね、ちょっとね、ここも亀裂が入ってるんですよね。なので、こうね、めくれるとね、剥がれるんですよね。これ、ひどいですよね、本当にトヨタ。もうね、保証期間も終わってるので、実費で直さないといけないんですよね。どうしたものか。まあ、塗装するか、フィルム貼ろうか。安い方でちょっとねやってもらおうと思ってるんですけども、いや、ほんとひどいですよね。これですよ、ほんと聞いたことないですよね、塗装が剥がれるって。他のメーカーとかってでね、ちょっとね、サビも発生してるので早急に直さないとね、ダメなような気がします。ここら辺もね、ちょっとね、怪しくなってるんですよね。いや、本当にひどいです。あとね、こっちもね、もうここはもう膨らんでるんですよね。で、ここ切れたんで、ここはタッチペンでごまかしたんですけど、まあ時間の問題でしょうね。いや、本当に、いや、本当ですよ、がっくりですね、本当に。勘弁してくれって感じですよ、もう。ひどいですよね、本当に。はい。ってことで、まあ、塗装の剥がれてしまいましたってことでした。またですね、修理、完了しましたら、お伝えしていきたいと思います。はい、今日の動画は以上となります。うわ、なんか、水出てきましたね、水出てきてますね。水入るんでしょうね。はい、今回の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。またですね、お伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、それではケシーでした。